県内では明日午前中にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒してください。午前9時佐賀市城内です。未明から断続的に降っている雨で、もう道路が冠水してしまっています。車も一定程度速度を落としながら走行しているんですが、激しく水しぶきが上がっています。九州北部地方では明日午前中にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。昨日の降り始めから午後5時までの雨の量は、鳥栖で219ミリ、嬉野で202ミリ、佐賀市駅前中央で 189.5ミリなどとなっています。現在県内全域に大雨警報、武雄市、嬉野市、鹿島市に土砂災害警戒情報が発表されています。明日にかけて予想される雨の量は、多いところで南部、北部ともに1時間に60ミリ、明日午後6時までの24時間では200ミリとなっています。気象台は土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。